の縄はなんかさ、いい映画感あるけど、うん、やたーやが、たーやが嫌だろ。どうですか、やたーやが見に行こうぜって言えば。そう、ちょっと。これいやいや、あのさ、なんか、チケット、何のチケットですかって言って、あ、はいはい、あ僕、君の名はって言ったら、あ、はい、君の名はですねって言って、はいはいはい、何のチケットですか、たーやがって、たーやがおかしいだろ。いや、たーやがは入って、左手奥の劇場になります。いやいやいや、嫌だ、それ。いや俺も一個あって、はいはい、俺結構喘息気味で最近、はいはい、今そんななかったんだけど、急に喘息してきて、うん、まあまあ、まあ、先週とかラジオそう、よく咳してて、はいはいはい、で病院行ったわけさ、うん、そしたらこれもらいまして、ちょラジオの人聞けないんですけど、シミビコードタービュヘイラー60吸引っていう、お前が携帯と一緒に話さないで持ってるやつ、ね、持ってて、咳が出たらこれを吸ってください、咳出そうになったらこれ吸ってくださいって言われて。はいはい、ちょっと今吸ってみて、ちょっと今咳してたよね、一回吸ってみようね、ちょっとみんな見てほしいんですけどちょっとラジオの方には伝わらないですけど、右にカチカチってやって左カチカチってやったら一回吸えるんですよ、はいはいはい、じゃあ吸ってみましょう、はい、今咳出てるんですよ、咳出てる、いや出てない出てない、これ出たら出なくなる、でこれこれ見た人分かると思うんですけど、うん、なんか勘違いされるんですよ、ちょっとね、そうなんですよでこの前テレビの収録があったんですよ金曜日の予約っていうテレビの収録があって、はいはいはい、スタジオでね俺らゲストで出て収録したんですけど、はい、俺咳が出そうになって、はい、先生ストップさんちょっと待ってください、ちょっと待っていいですかって言ってタタタって言ってバックから後ろ向いてこれ出してでしたらみんななんかざわついてて、ね、金髪さ俺、うん、金髪の19歳が、うん、ちょっと待ってくださいって言って吸って、うん、気持ち良さそうな顔で戻ってくるっていうその後のね放送もね、うん、ちょっとやけにお前テンション高いから、いやいやいや、だからちょっと勘違い大丈夫かな、あの席出てるよ、出てないか、出てないよ、あ出てないのか、うん、勘違いされる、席じゃないの、はい、そうですね、まあ見た感じでね、元気な僕たちがね、はい、今月もやっていきたいと思います、はい、でここで早速一つ目のコーナー行ってみましょう、センスがあるなどっち、アンケートバトル来ました、毎年毎週恒例で、いやいや7回目で俺たちこのコーナーはあるお題に対してコウタと中地が回答、どちらがセンスあるのかをツイッターのアンケート機能を使ってバトルするというコーナーです、はいですね、どうですか、そして今週のお題はこちら、宝くじで1億円当たったらどうする、おーいいですね、こういうのがいいな、なんか夢があってねそうですね、宝くじでもししも1億円が当たったら、うんうん、お前どうするの、いやー、まあ、とりあえず芸人は辞めるかないやいやいや、なんでよなんでよ、まあ、そうだね、うん、俺もすぐ辞めるわ、やめるね、どうしようか、まあ、みんなね、いろいろあると思う、いや夢があるからね、こういうのはもう夢、皆さん夢でいいと思う、あ皆さん、はい、あのね、あのですね、コメントお願いします、はい、宝くじで1億円当たったらどうするっていうこと、皆さん今日は夢について語りましょう、もう夢の世界、夢の中ではね、そうですね、せめて、あ上野さんお初です、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、言葉遣いが丁寧ですね何褒めてるゆうとさん、はい、こんばんは、今日も1時間頑張ってください、はい、ありがとうございま す, います楽しみます、1億円当たったらね、たらどうしよっかな、本当にあのね、ちょっと俺やりたいことが、はいはい、結構何個かあるんだけど、はいはい、まあ、まずね、うん、ライザップに通ってマッチョになってモテるっていう、うん、ライザップってマッチョになるやつな、あれライザップはねマッチョにもなれる、あそうなの、あれ、そうそうそう、あ俺デブからデブがガリになるみたいなやつ、いやだからガリがマッチョにコミットすることもできる、あそうなんだ、そう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 、知らんかった、あちょっとコメント言います、はい、上野さん家買うですね、あいいな、一軒家ね、一軒家ね、一軒家がいい、一軒家がいい、それともなんていうの、あのタワーマンションみたいな、あのめっちゃ眺めの綺麗な屋上がいい、普通の家がいい、あもう一軒家、一軒家、2階建て、うん、一軒家がいいな、うん、どうせお金があるんだったら、ユーミーさん、はいはい、こんばんは、宝くじ当たったら沖縄移住する、あそうですね、愛知県の、愛知県に住んでるんですね、はいはいはい、あ沖縄移住いいっすね、沖縄来てくださいぜひ、ぜひ来てください、楽しいんだ、そんなこと言うてる、よく来てる、あ皆さん次に言うのもあれなんですけど、はい、あなんかある、一応1億円当たったら俺、うん、アメリカに別荘作ろうかいやいやお前さ今せっかく愛知県のユーミーさんがさ沖縄移住するって沖縄愛伝わってきたのにさお前沖縄にいるのにアメリカ行きたいんだお前そうそうそう、ふざけんなお前ちょっともういいかなって、いやいやいや、ふざけんなまあまあいいとこですけどねもっと楽しめ沖縄はい、プエルトリコさん、ユキチ風呂にする、あーめっちゃいい、これいい、ユキチ風呂めっちゃいい、これいいな、いやでもだいぶ体汚くなるいや風呂終わり多分お金ってね本当は汚いものだからね、あでもいいね、ユキチ風呂、はいはい、いいっすねそれ、レノン旅行しまくる、いやいいな、いいわ、世界一周とかしてね、あ、だって世界一周90何8万とかできるでしょ、余裕、何周できんの、貼られてるやつ、1000周ぐらいできるんじゃない、ほんと、え、でもあれほんとかな、あ世界一周100万って、あ、なんかよく見るけどね、ゴキブリとか食うんじゃない、ほんとに、それはないけどどっちどっち
ね、まあでもあれまあ夢があっていいですね。両石原さん、はい、募金嘘つけよ。いやまあ募金も大切だけど、ね、この前俺ちょっと最低なことしちゃったんだよね。何何この前俺あの中地が、うん、あの2000円ぐらいのなんか忘れて2000円ぐらいのもう買って、はいはいはい、3000円ぐらい渡して、うん、800円ぐらいお釣り来て、うん、俺がこれあこいつが800円募金しようとするから俺が死に全力で止めしてもらった、うん、待て待て待て俺ちょうだいちょうだいみたいな。あ俺最低だったなあれな。最低だったな。あ募金した方がいいな、ちょっと気まずかったわ。気まずかったな、ね、コンビニの店員の前で全力で止めちゃった。あごめんそういうところあるからそれはねうう募金していこう、うん、俺も、まあ、でも募金もいいけどね、まあ、せっかくだからね、うん、なんかもう合流したいというかしたいね。あの俺あのお菓子の家を作りたいなと思って。あめっちゃ作りたい。これでえこれどういう意味、自分で買ってってこと、スーパーとかに売られてるやつを。そうそうそう、まあまあ業者に頼んでもいいし、なんかビフォーアフターのあの一級建築士に頼んでもいい。いや匠の技で住んでよし食べてよしみたいな。あいいな、あもうガチなガチなお菓子の家。あのアリとかやばいよ本当に。そっかやばいよ本当にやばいと思う。かだって俺の家お菓子ないけどめっちゃアリいるもんマジで。いや本当に本当にいや俺の家さちょっとな、俺おばあちゃんのお家に住んでるんですよ、うんうんうん、であおばあちゃんも住んでて、はいはい、その前はねちゃんと綺麗なアパートに住んでて、はいはいはい、見ることなかったですよゴキブリとかもね、はい、今ゴキブリ普通に見るんですよ。いや本当にいや一緒に暮らしてるみたいな感じでゴキブリと、うん、俺おばあちゃん家に来た時は、はいはい、最初はさゴキブリ見た時で「ええー!」みたいな「うんうん、カサカサ」みたいな「ええー!」もうって言って、はいはい、もうなんて2時間家から出るぐらい。いや本当に本当に今ゴキブリと一緒に階段降りてる。一緒に慣れすぎだろ。慣れてる慣れてる、はいはい、あ、ね、キリさん、はいはい、ポルシェを買う。あこれ外車ね、外車いいな。いい、ね、外車なポルシェ買ういいねめっちゃ、ね、でもあのガチなさあの、うん、アラブ人石油王みたいなやつってさ、うん、あいつらの車だってザラに1億円超えるやつが乗ってるの。いや余裕で余裕で、あんなのなんか言ってたらちょっともう格が違うな遊び方が。地球700円で働いてるの嫌だもん。本当に店長殴りたくなるわ。本当にねえ嫌だね。プエルトリコさん、金で作られた油分で作りたい。あの結構お金好き、金好きだね。プエルトリコさん結構お金好き、ちょっと金好きだね。金で作られた油分を、はい、でも女の子はチャンスあるよ、はいはい、本当に。だって女の子はお医者さんとかと、あ結婚してればね、まあ、一応億とはあれですけど、はいはいはい、あ、うん、そうそうそういえばこの言ったっけ、俺の友達が1億円当たった。俺の友達のお父さんが1億円当たったんですよ、うん、はいはい、本当に本当に本当に当たった1億円。それしかも1億円当たるって結構すごいこと、すごいだろ本当に、うん、いやもう一緒遊んで暮らせるぐらい。俺の友達この前一緒に遊んでて、うんうん、あーみたいな、あお金持ちいいなーって、あそういえば俺のお父さん1億円当たったよって軽そうやポップに言って、俺もあそう、俺もポップに言われすぎて、うん、あそうなんだえぇ、ー、っ本当に1億円当たった、でそのお父さんはこの何ね、うん、なんかなんて広い土地、うん、買ってそこに保育園建てた。いいなすごいよ。あいや本当に周りにいるんだ一応。俺の親友のお父さんだから、だから意外と身近にいるから。マジで、うん、意外と当たんのかな。これ言わない方がいいかもね。でも1億円当たったとか、名前実名はねそうだね、襲撃されそうだね。襲撃っていうよりなんかなんていうの、お友達、はいはい、じゃなかった人が友達になってくるらしい。態度がね、そうそう、だって俺とお前が1億円当たったら俺本当に、うん、今はさ「それだお前著書な」とか言ってるけど、うん、ペコペコで俺尽くすって。最低俺お前の鼻水とか取るよ。あ本当に本当に何でもお前のケツも拭くよ俺。何でもするよ。はい、言うと、あ上野さん、新しい軽トラを買う。いやもっと夢持って、夢がないな、ちょっと夢もっと持ちましょう。軽いトラとかも何個も買えるよ。うん、せめてねポルシェとかにします。うん、ゆうとくん、ゆうとさん、上等クルーザーとか。クルーザーな。もうだから船でしょ、なんかヨットみたいな。ああかっこいいな。富裕層の移動手段。かっこいいわ。プエルトリコさん、アラブの石油王と結婚したい。プエルトリコさんちょっと、ね、あのさ、アラブの石油王イメージだけど、うん、なんかずっとハブハブハブハみたいな。いこういう感じよ。そういうイメージなの。分からんけど、うん、多分。頭おかしいイメージなの。頭おかしいじゃんか。ハブハブハ喋り方よ。なるほどね、うん。こんな感じだから。ね、はい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 。結婚しましょうみたいな。日本人と結婚したくよ、はいはい、ちょっと俺、ね、あと一個やりたいのがあって、はい、待って、上野さん日本一周ってもうちょい行きましょう。いや本当に、ね、上野さんちょっとガチで、うん、なんていうの、ガチでちょっと夢が小さい。夢がもうちょい1億円1億円ですよ、もう、うん、世界何周もできる、何周できますからね。面白いな。
俺ね1億円当たったら、うん、あの洋服屋さん行って、はいはい、こっからここまでっていうあの中国人ばりの爆買いをしたいな。あ、めっちゃやりたい。わかる、あのこっからここまでみたいな。めっちゃやりたい。わかる、これめっちゃかっこ、あ、俺ファッションとか、そう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 、そうだね、うん、よく見るやつ、あのちょくちょく咳出るよね。いや出てない出てない出てない。いや、あ、お前、お前言っとくけどお前やばいよ。お前シムビコードターベフェーラー60やばいから。知らんよ。吸ったらなんか気持ちよくなるから。ダメダメダメ。本当にダメダメ。咳出なくなるんで皆さんね、病院行ってすぐシムビコード。あ、プルトリコさん、あ、島買いたい。島いいね。あ、でそこの島に別荘建てて、いや、いいわ。夏とかはね、みんなで遊びに行ったり、うん、Wi-Fi もちゃんとつけてね。 Wi-Fi はね、うん、重要だね、今の時代はね、はい、はい、プルトリコさん、こっからここまでユニクロでしてそう。いや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 、ユニクロでこっからここまでって結構ダサくないですか。ダサいよ、ダサいよ。どっかの、ね、なんかどっかの会社でしょ。ブランドのところで、ブランドのね、なんか棚、この、この棚もうこっからここまで全部みたいな、うん、やりたいね。そう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 。でもさっきの、上野さんだったら多分駄菓子屋のこっからここまでって多分言うと思う。規模がちっちゃいんだよ、ね、上野さんだったら多分駄菓子屋っていうはず。ちょっと普段の生活でちょっと背伸びしればできるぐらいの、はい、ゆうとさん、はい、当たったら KYD の単独があったらチケットを5枚買う、うん、5枚か、うん、多分1500円ぐらいだよ。ね、あ、そうなんだ。単独ライブ、あ、じゃあ来てください。はいはいはい。単独ライブどころかもどんどん炎上ね、こうね。そうですね。はいはいはい。はい、上野さん1億円当たったら船買う。あ、上野さんちょっとずつちょっとね、ちょっとずつ、うん。そう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 。豪華な発想になってきて、うん、じゃあ決めますか。決めます。これ何したら勝ちなの？これはだからみんながあ、これいいな、これやるわって。あ、じゃあさっきのじゃあね、プエルトリコの、あ、違うか、プエルトリコさん。何する？何しますか？石油王と結婚するとか。じゃあね、じゃあコータの、じゃあ俺の意見からしようかな。はいはいはい。何にします？俺何にしようかな。一応ちょっとキリさんのポルシェ買う。ちょっと俺ポルシェマジで欲しいな。あー、でもなー、ポルシェを買う。じゃあこれはもうね、いや、やっぱり意見、松山を制覇するで。いや松山を制覇する。松山を、いや松山を買い取るでよくない、はい、松山買い取りますじゃん、うん、じゃあお前は松山を買い取る、はい、じゃあさっきのキリさんはポルシェを買う、はい、ポルシェ買う。キリさん、ちょっとねアンケートするんですけど、うんうん、視聴者のね枠も作ろうかなと。はい、そうですね、はい、じゃあゆうとさんの KY デンジャラスの単独ライブに行くこれ少なかったらちょっと悲しいよ俺きんぴらごぼうタイガさん、はい、あの先輩芸人から1億円のシラスを買う、はい、いや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 よくわからんけどもあるんすかそんなの。タイガさんね、1億円のシラスを買う。タイガさん珍味が好きだからね食う前に、食い切る前に多分全部腐るんじゃないですか、ね、じゃあ俺はもう FM 技能案買い取るどうすんの買い取る買い取ってどうすんの。そうだ、どうするか特に案外200万ぐらいで買い取れた。いや、やめろやめろやめろ分からんけど。いや、でも高い、案外ね。そうだね。はい。それでいきましょう。プエルトリコさん、松山買わんでって。いや、買い取りますよ。そしたら、もっといい店にしますか。プエルトリコさん、ぜひ雇うんでね。いやいやいや、何で働いてください。何でちょっと危ないお店。いやいや、やめろ。はい。投稿しましたか。はい、しました、はい、はい、じゃあリツイートしときましょう。はい、じゃあそれではこちらの結果を番組の最後に発表したいと思います。はい、はい、それではこの辺で1曲お聴きください。俺のリクエストでリッキー G の8時59分1億当たりたいな。当たりたいね。上野さん、はい、1億で豪華客船に乗りたい。ああ、だから世界一周のやつね。うん、よくテレビでやってるよね、あの豪華客船のやつ。あ、死にいいよな。タイタニックとかもそうかな。死にいいね、うん、タイタニック、ね、あ、ほんとに皆さんね、どんどん1億円だと何するかね、今もどんどん募集してもらっていいですか。まあ、プレートリコさん、そっか、女の子か。そうそう、松山変わって働くしてる時給700円で働かすで安いね。夜の街なのに安いの。はい、最近どうなの調子は。最近は、うん、ああ、まあ、ぼちぼち最近どうなの。まあでも夏が終わってちょっと寂しいな早くね。はい、マジで。いや、もうあっという間だったなっていう。ドン引きするぐらいのね。皆さんね、夏の思い出どうでした。夏休み満喫できました。皆さん夏ね、何してるか、はい、いや、プレトリコさん
時給750円だったら考える。いや安い女だな。安いなおい。250円って。はいはいはい。金村大河さん、1億円で心理学を学んで、コウタの性格を変える。いやいやいや、待て待て。なんでこれぜひお願いしたい。いや、お願いしますね。お願いしたいです。なんでいやいやいや。整形とかどう？ああ、俺整形したくないな。だって別にいらない。マジだって、そんなに。あ、まなんだ、うん。もうこれがもうマックスなんだ。そうだ、これは。俺の中でマックス。お前どうする ?1 億円。整形、どこ、お前整形するのどこする？あ、俺身長伸ばしたいなと思って。あ、猫背直せよお前。そう、ああ、お前 こいつあれと似てません？誰と似てるんだっけ？桐谷健太。そうそうそう、ちょっと顔ズームアップして。こいつ桐谷健太と似てるんですよ。微妙だね。一回歌ってみや。海の風歌って。空の声が聞きたくて。歌唱力微妙っていう。歌唱力微妙。プルトリコさん、あー整形したい。あー整形したいんだ。女子って整形したいのかな、みんな、うん、あれって。俺整形、俺、お前整形許せる？いや俺全然許せる。俺許せるんだ。うん、どこ？もうがっつり鼻、鼻がじゃめっちゃ高かった。あ、うん、で昔の写真見たら、うん、めっちゃ潰れてる。あー、はいはいはい。え、俺一応俺許せるの。そろそろ曲終わります。あ、はい。とチューとかしてて、うん、急に鼻がおっ怖っ。怖いな。はいはいはい。プエルトリコさんがですね、中地モモンガに似てないって、はい、モモンガ、モモンガ、これはどういう文句と捉えていいの？褒め言葉と捉えていいの？分からんけど。ゆうとくん、はい、ゆうとさん、今までお世話になった人と食事会と旅行。あのさっきからちょこちょこ好感度上げようとしてん。ちょっとな、ちょっとな、なんかね、狙ってるよね、そういうの。でも食事会どころかもう何百万単位で、私ね、どこでもできるか、高級料理とかで。それでは行きましょうか、はい、デンジャラスナイト。続いてのコーナーはコウタプレゼンツ意地悪クイズ。このコーナーはですね、ネットにあふれる意地悪クイズを紹介しながら中地と視聴者の皆さんに答えていくというコーナーです。はい、意地悪クイズ、これめっちゃ面白いんだよ。皆さん、皆さん、視聴者の皆さんも答えていく感じでお願いしますね、はいはい、皆さん分かったらぜひ答えてください。これめっちゃ面白くて、俺今日家で見てから超面白いと思って、ちょっといろいろね。あ、そうなの、うんうん、一人で。さあ早速いきますか。はいはい、うん、第1問、トゥドゥン、トゥドゥン。そんなクイズではないけど、まあまあまあ、大きいものから小さいものまで大量の荷物を積み込んだトラックがカーブを曲がるときに何かを落としてしまいました。それは何？あ、え、大きいもの、大きい荷物から、ものから小さいものを積み込んだトラックがカーブ寸前であるものを落としました。それは何を落としたか。皆さんね、視聴者の皆さんも分かる人はね、コメントしてください、お願いします。大きい荷物か、これじゃないかなみたいな、あります？プライド？どういうこと？え、普通に、あ、じゃあ普通に答えていい？これいいよ。大きい荷物。なんで？理由は？いやだって、お、重たいから、大きくて、大きくて重たい。正解！あ、マジで？嘘嘘嘘嘘、ごめんごめん、普通に嘘。ごめんごめんね、ごめんね。なんだ、待って、答えは、待って、プエルトリコさん。あ、あります、はい。夢と希望。いやいやいや、夢と希望としたらダメでしょ。夢と希望としたらダメでしょ。トラックがなんで夢と希望を落とすんですか。上野さん、はい、おっとっとって。いやいやいや、なんでおっとっとの、そういう、おっとっとなんで積み込んでる、そういうコータですか。はいはい、ゆうとさん、実は、え、実は優しいコータさんが石原クイズで似合わないですね、わら。なんだなんだ、この好感度上げようとしてる感じ。俺のこと好きなの？いやいや、俺も好き。え、大きいにも答え言っていいですか。お、はいはい、答えが、うん、スピード。あー、面白い、面白いんじゃん。あ、これこれ、いや、カーブ寸前で大きいトラックが落とすものはスピードだから、うん、あー、これちょっと意地悪だけど面白い、面白いんじゃん、面白いね、面白いんじゃん、ちょっといい意地悪だわこれでしょ、いい意地悪でしょ、うん、いいド M、 ド M 心をそうくすぐるっしょ。もっともっといじめて、もっといじめて、うん、もっといじめて、うん、第2問。あ、そういう感じね、なるほど。ちょっとひねらないと分からない、ひねらないと分からない。皆さんどんどんね、コメントしてください、はい、第2問。タクシー運転手が一方通行の道を逆方向で走っていました。それを見ていた警官は何も言いません。それはなぜ。
あ、一方通行水を本当はダメだよ。タクシー運転手が走ってたんだけど、うん、それを見ていた警官は何も言わない。本当はダメだよ。ダメだよね。逆走だからね。え、わかるこれ。もう警官は税金泥棒だからどういうこと、どういうことよ普通に仕事をサボってたんだ。普通なんだぞ。 あ、警官が仕事サボってる、まあ、ではないよね。ではないよね。ではないよね。はい、皆さんあります？あ、ゆうとさん、ゆうとさん歩道を走ってた。いや、捕まるわ。もっと捕まるわ。もっとダメでしょ。もっとダメでしょ。いやいやいや、ブーンで聞こえないで。歩道走ったらもっと捕まります。グラセフでしか許されないプエルトリコさん、警察官は寝てた。あー、これちょっと、プエルトリコさん、警察官は寝てた。違いますね。あー、違うんだこれ税金泥棒だね、ほんとに。で、アッサーさん、警官が偽物、それもない。はい、両石原さん、車じゃなくて運転手が走ってた。ピンポーン。正解ですよ。頭いい。そうなんですよ。なるほどね。そう、だって問題はタクシー運転手が一方通行の道を逆方向で走っていましただからタクシー運転手がうおーってただ道を逆走してただけ、はいはいはい、これは法律では大丈夫です。それはそれで警察官ちょっと職務質問した方がいいと思うけどそうだね。あー、これちょっと日本語のね、両石原さん正解です。あー、すごい、両石原さん。はい、そうですね、両、じゃあ正解、日本語のなんか難しい、うん、ところだね。じゃあ正解した両石原さんには中地からなんかプレゼントがあるらしいんですよね、はい。じゃあ僕の、うん、電話番号を、はい、いらんよや、プレゼントしますので。めっちゃいらんよや。モーニングコールとか、はいはい、全然しますので私ツイッターで聞いてください、うん、いや、いらんいらんいらん、教えます。マジでいらんわ罰ゲームですなんでよ。じゃあもう一問、はい、かけっこをしています。はい、あなたは4位の人を抜かしました。今あなたは何位でしょう。3位。ブブ。え、かけっこをしてる。これそんな長くするもんでもないかな。1位、2位、3位、4位があって、あなた4位の人を抜かしました。今あなたは何位でしょう。3位。違います。あ、4位か。正解です。はいはいはい、はい、そうだば、4位だば。そっか、俺もこれ騙された。あ、そう、4位の人抜いたら3位ならんばよ、うん、はいはい、4位だばよ。この人はもともと5位だったからね。そうだよ、5位。5位？え、あ、そっか、5位か、うん、5位だから4位の人抜かして4位。そう、はいはいはい、そうなんです、正解。あ、プエルトリコさん4位正解です。おー、すごい。じゃあプエルトリコさんには中地から何かプレゼントがあるそうです、はい。じゃあプエルトリコさん、はいはい、僕が松山を買い取った際に、時給750円から800円にアップです。よかったです、嬉しい。プエルトリコさん、よかったです。でかいですよ、50円は。800円ですね。はい、1ヶ月でね、50円はね、うん、でかいですよ。はい、時給800円で、いろいろなおっさんに抱かれてください。はい、ね。よかったです。やったよ。ダメ、ダメでしょ、これ。はい、すいません。あ、でも、プエルトリコさん、本当におめでとうございます。はい。もう一問いきます。おもちゃ屋さんの前で、物が欲しそうな顔をして、何時間も見てたら、何かくれました。それは何？だね。え、中地が、うん、おもちゃ屋さんの前でさ、はいはい、あ、これ欲しいなと思って、はい、あ、なんか欲しいなと思って何時間も見せたわけさ、はいはいはい、ずっと。そしたら何かくれたんですよ。何をくれたか、何をもらえたの。まかない。いや、なんか働いてるわけじゃないからあ、上野さん、上野さん、お菓子。違います。お菓子。え、何あげるんだろう。いや、でも何かをくれました。いや、さすがになんかあげないで、子供がね、こんなん見てて。ひろじゅうさん、閉店ですよって。違いますね言われたわけでもないです。何かをくれたんですよ。何を、何かはあげないとね。そうですね、うん、はい、はるかさん、何か、何をくれたか。日がくれた。正解です。すごいすごいすごいゆうたさん、ちょっと恥ずかしい。正解出た後におもちゃの説明書ゆうたさん、ちょっと恥ずかしい。ちょっとこれはね、おもちゃの説明書、面白くもないし、やめろ、わからない、やめろゆうたさん、ありがとうございます本当にね、おもちゃの説明書ではないですよ。はい、はるかさん正解です。日がくれた。はい、何かくれたっていうね、日がくれた。はい、じゃあはるかさんには中地からプレゼントがあります。これ毎回プレゼント、はい、プレゼント毎回、それはね、視聴者の皆さん。はるかさん、じゃあ僕との、一日デート券を。いらんよや、お前、どこ行くわ。どうですか、はるかさん、どこ行く、どこ行くの、ちなみに。いや、 やっぱこれはね、うん、おもちゃ屋さんかな。いやいやいや、大人のおもちゃ屋さん、大人のおもちゃ屋さんにはるかさんと一緒に一日一緒に、日が暮れるまで、日が暮れるまでずっといんの、そこに。ずっとずっと地獄じゃねえか、お前。会社名まで全部見るみたいなどこの会社のおもちゃがいいみたいな。いや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 、はるかさん、嫌だわ、それ。はい、もう一問いきますか。はい、何をあげても
いらないと答える人はどこの国の人？いらない。これダジャレみたいな感じかな。いらない。ああなるほどね。はいはい。ノーセンキュー。ノーセンキュー違う。ノーセンキュー。ノーセンキューっていう国が。ノーセンキューって国はないね。ないよね。うんうん、いらない。いらない。うん、あ上野さん。いらん。おお。違うんですよ。違うの？これ正解でいいんだ。いらんじゃないんですよ。プエルトリコさん。はい。プエルトリコ。いや好きか。なんでこんなプエルトリコ好きなの？これ何なの？さっきから気になってる。プエル。多分リコさんっていう名前なんだよね。はいはいはい。プエルトリコっていう。うん。まあ、ダジャレ。あちょっとダジャレ。うん。変えた方がいいかもね。リコピンとか、ね。リコピン嫌だわ。リコピンってお前。俺たちが高校の頃の一番嫌われてた先生やし。あそうだ。いや嫌だわそんなの。夏いリコピン。夏いなリコピン。ということですね、はい、いらないと答えるのはイランではありません。あイランじゃないんだ。イランではありません。なんえ何なの今これ聞けてるのかなみんな。うん始まってる。はいイランではありません。イランじゃないの。どこの国の人なのか。正解は、はい、日本。えなんでかというと何をあげてもいらないって答えるのは日本人。いらないって日本語でそういらないは日本語や。いやここでさ、ノーセンキューって言ったらアメリカ人やん。いらないっていうのは日本人しかいない。これちょっと腹立つわ、これは。っていう。これちょっと腹立つわ。腹立つね。いや、みんなも、ゆうとさんも難しい。上野さん、ってね。いや、これちょっと腹立つわ。そう、そうなんですよ。面白いんじゃん、これ。まあ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 。じゃあラスト1問いきます？はい。じゃあラスト1問いきますか。はい。じゃあこれ、正解。あ、じゃあ今回正解者いなかったんだね。あ、確かに。よかったです。はい。じゃあラスト問題いきます。日本で、お酒やタバコは20歳からです。はい。では、あ、では、車に乗ってもいいのは何歳から？日本でお酒やタバコは20歳からです。車に乗っていいのは何歳から？18歳。18歳。理由は？免許を取れるのが18歳から。普通か、お前。普通か、お前。いや、え、違うの？あと18歳と限らないよ。俺、だから何回も言うけど、10ヶ月かかったから免許取るの。俺で免許取るの10ヶ月かかって友達にドライブ行こうって言ったら誰も行こうって言ってくれない分、はいはいプエルトリコさんとハルカさんとアーさんがゼロゼロ。ユウトさん生まれて正解です。正解です。え、なんでなんで。だから車に乗ってもいいのは何歳か。別に何歳からでも乗ってはいい分。そうこれな。あ、運転していいのは、運転していいのは18歳だけ ど、ね、乗るのは0歳から。あ正解です。あ、すごい、みんな正解してる。じゃあ正解した。じゃあ両石原さん、ゆうとさん、あーさん、はるかさん、プエルトリコさんに中地からのプレゼントがあります。何がある？じゃあ僕の、華麗なボイスを届けます。おー、今 I love you I miss you Forever love。 もういいわお前。クソかお前。こんなのもらって嬉しくないお前。上野さんいいタイミングでええって来ためっちゃいいタイミングでええって来た。ありがとうございます。いい声じゃないですかね。いい声じゃないよお前。以上コータプレゼンツ意地悪クイズでした。それではここで一旦 CM 入ります。トリコさん、耳レイプ耳レイプ。あ、耳レイプ面白い。めっちゃ面白い。あなたの言葉が。え、プエルトリコさん面白い。これ僕いろんな人。え、これさ、これ話そう。耳レイ。これ面白いね。面白い。だから例えばなんかなんて音痴な人がさ、はいはい、カラオケとかでずっと歌ってたら、はいはい、お前耳レイ。めっちゃいい。じゃあジャイアン。面白い。ジャイアンとかも常に耳レイプしてる。これちょっと来月ネタで使います。ちょっと耳レイプちょっと使ってる。ライブ外さよ。著作権大丈夫ですか。両石原さん心に響きました。感動。嘘つけ。あざすじゃないよ。あざす。嘘つけやば。ほんとにいやー難しいなー日本語ってな。やっぱ日本語難しいな。ちょっとね表現が変わるだけでやっぱこいつほんとに漢字できなくてひどいよ、はいはいはい、お前ほんとにひどいよな。こいつ校長先生って漢字あるじゃないですか。あるさ、はいはい、あれの校をあれって書いてたんですよ。高いって書いてたんですよ、はいはいはい、高いっすよ、はい、普通学校の校じゃないですか、はい、で俺こいつに指摘したんですよ。いや校長先生って感じはお前間違って、あ、校長先生って感じは間違ってるぜって言ったこいつ、あー間違えてる本当だって言って超消したんですよ。マジっすよ。びっくりした俺本当に。いやいやいや、ドン引きだよ。いや
いや漢字難しいもん。いや本当にドン引きだって。でもお前も漢字全然できてないさ。うん、いやこの前イベントで俺ら司会した時、うん、あの虹っていう、あーいったね、虹っていう、虹っていうねグループがあったんですけど、虹ってね、あの虫編に、うん、このカタカナの絵、そうだね、カタカナの絵が、ね、虹って書くんですけど、はい、こいつがね、うん、台本に虹っていう文字が書けなくて、はい、文章の文って書いてたんですよ。6秒前、4、3、2、漢字難しいから、本当に。いやーそれね、はいはい、プルトリコさん、絆えぐり合い笑って。上野さん、あ、僕と一緒ですね、漢字苦手ですって。漢字すらも漢字で書いてないからね。いやいや、変換はしてください。それではここで先ほどのアンケートバトル、センスがあるならどっちの結果発表。今週のお題何でしたっけ。今週のお題がですね、はい、1億円当たったらどうするということです、ね、はい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 、夢のあるね、夢のある、はい、すごいですね、17分で、378票入っております。おお、結果は1位からじゃあ発表しますか。あ、順番が、ポルシェを買う、これが誰でしたっけ、視聴者さんで、視聴者さん、え、視聴者さん、キャリーパムパム、いや、パミュパミュだよお前。2つ目が松山を買い取る、あ、僕ですねこれ、はい、3つ目が KY デンジャラスの単独ライブに行く、はい、4つ目が FM 技能を買い取る。はい、そうですね、1位は 38% ポルシェを買う。やっぱそうなんね、やっぱみんなね、みんなやっぱポルシェを買うんだ、うん、金持ちイコールこの外車みたいなあるね、イメージあるんだろうな、はいはいはい、ポルシェを買うということですね。あ、やっぱブルガリさんも、はい、ブルガリさんも、わし三条、ちょっと遅めの三条です。1億円当たったらランボルギーニ買うに決まる。やっぱみんな結構車系買うんだね、やっぱ外車なんだろうな、はいはい、で2位がちょっと嬉しいっす、 KY デンジャラスの単独ライブに行く。おー、いやこれ嘘つけって思うんだけどさ、はい、じゃあ逆に俺たちの単独ライブ以外にお金使わなくてもいいのみたいな。逆にそうだね、そうだね、プエルトリコさん 30% 嬉しいっすね、チケットは買わなかったって、おい、おい、プエルトリコ。まあまたまたいつやるかわからないですけどね。 で第3位が 20% で松山を買い取る。あ、3位なんだ。でおそらくこの 20% は全員男子ですね。おそらく。で第4位が FM 技能を買い取る。いや、まあまあ買い取ったところでだよね、ちょっとね、ラジオ一人でずっとするのもおかしい、ね、そうだね、はいはいはい、ってことで皆さん、やっぱ皆さんはね、はい、車を買いた、あ、ゆうとさん、タクシーで遠回りして会場に向かう、あ、贅沢だ、あ、これいいな、移動手段も全部タクシーみたいな、贅沢だね、贅沢だな、いや、いい、ちょっといいかも、いいっすねそれ、いい、あ、贅沢したいね、めっちゃね、リムジンとかね、あの貸し切ったりとかしてね、うん、どう、首里、俺ら首里に住んでるからな、うん、リムジンとか絶対絶対無理だよな、無理だよあんなもう、あ、待って、ガタガタ、1億円で、うん、あれは首里城って買い取れる、世界遺産買い取れるかな、無理か、あ、そっか、買い取れないか、あ、そっか、そう言ったら世界遺産、あ、ちょうどゆうとさん首里城買ったら。そっか、そう言ったらみんな世界遺産持ってるか、そう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 、そっか、買ったところでなんだよな、首里石峰とか買い取れるんじゃん。全部僕たちの地元を買い取って、うん、買ったところでなんだよ な、 あな、結果、あ、ゆうとさん首里菓子高校、いや僕の俺たちの母校の首里菓子高校は買い取らないですよ、買い取らない、うん、買い取ったらなぜかというと誰も来なくなるんだ。いやだってまさかの公立からの私立高校になるって、だって2人足して、うん、あの1単位保留の1が2人足して23個ですから。マイケル・ジョーダンの背番号と同じだ。そんなやつが買い取った首里菓子高校誰も来ないでしょ、理事長になるから俺たちが。だって、はいはい、教え子がさ、そう、自分のこのね、うん、入ってきた子がどんなことしても怒れないから。本当に、うん、ね、いやでも1億円当たりたいな、いつかは、ね、周りにいるからね、ぜひ宝くじ、うん、あ、じゃあ来週からちょっと宝くじ1万円分買ってみる、あー、マジでラジオで、でもあの女子は宝くじを買わないらしいよ、うん、あ、らしい ね、 ね、なんか夢があるっていうか、うん、このね、現実的ってね、うん、女子は、うん、やっぱ宝くじって、まあ、言っちゃギャンブルだから、まあね、うん、まあね、ギャンブル、賭け、うん、賭けだからね、当たらない確率の方がでかいし、宝くじに当たる確率より、うん、あの飛行機に乗って飛行機が墜落する確率の方が高いらしいね、そう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 、え、びっくりだね、統計的には、
そうそう、それぐらいの確率ですからね。なんか1億円当たった人を、うん、ラジオ出てほしいね。ああ出てほしい。ちょっと探してみようかな。使い道とか、俺のどんな感じで、親友のお父さんとか、どんな感じでもらうのかな。振り込みなのか、いろいろ、それともこの分厚いやつバーンってやる。あとちょっと話変わるんですけど、うんうん、ちょっとこの今月中ぐらいに、うん、ちょっとあの風俗嬢をゲストに、あちょっとね一回今深夜なんで、はいはい、呼びたいと思ってて、皆さん期待してください、はい、いろんな話聞きたいんでね。あんま深追いはしないんですけど、まあね、どんな感じなのかって話。そうそうそう、あプルトリコさん、貯める方が確実だし、わら。そうだね、貯める方が、そうっすよ、宝くじ買うより食べた方が。そうなんですよ、ゆうたさん、宝くじ買うより自分で儲けて稼いで使えたらいいです。そうっすね、あやっぱ結果ね、自分で稼いだのがね、うん、ってことで皆さん仕事頑張ってください。時給700円でね、いずれ1億円目指しましょう。皆さん夢ありますよ。何だったわこの企画。はい、以上アンケートバトルセンスがあるのはどっちでした。ではここで1曲、 DJ ユンボーセレクト、スティービーワンダー、サーデュークです。どうぞ。いやー、アップルトリコさん、そのまま中地さんがお持ち帰り。お持ち帰り。じゃあもうプエルトリコさんも中地がお持ち帰りするし、はい、プエルトリコさん案外俺のこと好きだよ。なわけあるか。あ、ここでちょっとね、うん、次ゲストなんですよ。あ、そうですね、ちょっと準備しましょう、準備しましょうか。じゃあ僕ちょっと準備しとくんで、うん、はい、上野さん、1億でご当地料理が食いたい。 Hey, come on. 食いたいね、ご当地料理ね。待って、プールトリコさん、コウタくんの方が好きです。中地が後ろの方でキス。まあそれはね、好みがねありますね。呼び込みがいい、呼び込みがいい。最初から言うと最初から言っても大丈夫。じゃあもう、そうですね、それでは追加スもセッティングしますか。次はですね、あのですね、紹介もしとくかも。テラスというね、バンドがございまして、はいはいはい、はい、まあ、まあ、バンドっていろんな種類の音楽してるんですけど、はい、そのテラスというね、もう本当にすごいんですよ。僕たち同級生、同級生で同じ首里菓子高校なんですよ。そうなんですよ、本当にね、はい、歌が上手くて、うまいな、音楽性が良くてですね、はい、いい曲書くんですよ、はい、で、M ステとかね、目指してて、日本武道館目指してるんで、はい、本当に僕たちはもう保証できます、いけます、いけます、彼はいけます。うん、じゃあ中地、確率的に俺たちがじゃあ売れてね、はい、冠番組をゴールデン内地で持つのと、はいはいはい、真の武道館どっちが確率高いの、あと宝くじどっちが高いの、あーなるほど、3つ、宝くじ、真理の日本武道館、俺たちの番組どっちが高い、じゃあ上から順にいきたいと思います、はいはい、1位、はい、真理の武道館、はいはい、2位宝くじ、やめろやめろ、お前だって飛行機事故、飛行機事故、順番的に確率高いの、飛行機事故、宝くじ、俺たちが冠番組だ、ふざけんの、ふざけんの。いや本当にすごいね、はいはいはい、音楽なんで、いい曲なんですよね、本当に、そう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 、ギターがね、うん、うまい、本当に。で、今日失恋の歌歌います、歌う、歌う、今日失恋の歌歌うんだけど、はい、心理はね、もういろんな失恋を一つね、言えないぐらいのちょっとね、失恋にしますか、 CM 曲まで、はい、ということでデンジャラスナイトをお送りしていますけども、はい、はい、メール来てますか、メールが来てます、はい、お願いします、はい、沖縄コンビーフセンターさんから、はい、企業ではない、わかんない、怖いの、はい、ちょっと1億円を計算したのですが、ね、はい、残り人生30年として、30年として月20万円以上は使えません。あ、そうなんだ、残り人生が30年だとしたら、うんうん、あ、そうなんだ、じゃあ毎日豪遊とかできないんだ、でも残り人生が30年だとしたらね、あ、そっかそっか、だから40歳の設定かな、40歳で当たったとしたら月20万円以上は使えません。あ、そうなんだ、あ、でも月20万で全然楽しめますよね、うん、働かないね、年を取ると病気が多くなり、墓場、老人ホーム代金、葬式代と、はい、予期せぬ臨時出費を、もろもろ加えると1億円の使い道が出ました、はい、出ました、月15万で普通に暮らすあとお前噛みすぎだろ噛みすぎだろお前、もう俺読むわ
唯一私が贅沢をするならヤクルトを買ってビールジョッキーになみなみと入れて一気飲みしたいですあーこれいいかも、これいいかも、普通に、あのコンビーフは食べないんだあーびっくりした、企業からかなと思って、企業からかな、はいはいはい、じゃあそろそろゲストの方、そうですね、呼びますか、よいしょ、ゲスト実は呼んでおります、はい、呼んでおります、テラスの心理です、どうぞ、来ました、はい、テラス心理、いやチャラいなそうですね、はい、じゃあ今日はなんと、曲を2曲披露してくれるということで、はい、アコースティックでね、アコースティックで、はい、皆さんね、生歌をね、もうこれで寝落ちしてもらっても構いません、皆さんね、もうほんのりと、ままで、はい、ほんのりと、ほんといい曲なんで、皆さんほんのりと聴いてもらってください、じゃあ、すみません、チーカスも向け、そのシンディ向けて、そうですね、はい、それではテラスシンディお願いします、2曲も、いや、ちょっと大丈夫ですか、いいっすよ、じゃあ1曲目、真夏の探し物っていう曲を聴いてください、俺が一番好きな曲、ありがとうございます、何を見てるの、何も見てないよ、何気ない会話が続くといいな、自己満足でいいんだよ、自分が良ければ もういいかな、まだ早いか、もういっそのことやめようか、また明日から頑張ろうって語りかけた君の笑顔を守りたいだけだったんだ、ありがとうございます、つけた方がいいかも、あ、つけた方がいいエコー聞いていい感じ、いやはい、すごいね、かっこいいな、かっこいいね、なんなんだお前はいや、ただのね、普通に1曲目、真夏の探し物、はい、そうですね、いい曲です ね、 もう、 ね、もう眠たいわ俺もここで2曲目の曲は、2曲目はじゃあ夢の続きで会いましょう、夢の続きで会いましょう、はい、聞いてください、夢の続きで会いましょう、はい、はい、君の夢を今も見てる、離れれば離れるほど君を追い求めんだ、君さえいればそれでよかった、でも君の姿はもうどこにもないよ、ずっと僕と君は太陽と月、僕と君は夏と冬、重なり合うこと、繋がること、そんなことさえもないのさ、巡り会えた、それはきっと運命なのに、君はまた僕から離れてくんだ、君からのさよなら、君の夢を今も見
てる。離れれば離れるほど君を追い求めんだ。君さえいればそれでよかった。でも君の姿はもうどこにもないよ。ずっと君の夢を今も見てる。でも君の姿はもうここにもないよ。ずっと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 。ありがとうございます。かっこいい。すごい。コメント聞きます。りょう石原さん、声が綺麗、かっこいい、ハート&。本当に綺麗だったな。綺麗だね、上手。よかった、マジで。機材がいいんですよね。謙虚か。ゆうたさん、すごい中地さんとまた違ったボイスでかっこいいですね。いや、さっきの中地のボイスね。おい。CD あったらぜひ買いたいです。頑張ってください。ありがとうございます。ゆうきーさん、ハート、拍手、拍手。いや、俺たちの時出てきて。急に今だって出てきた。俺たちの時も出てきた。あと1曲アンコールしたい。アンコール、あと1曲あります？ 1 曲全然ありますよ。じゃあラスト1曲、これどういう思いの曲とかある？これは、はいはい、なんですかね、気持ちを伝えたいけど、うん、なんかこの関係が壊れちゃいそうだから嫌だみたいな、そういう、はいはい、あるね、恋ね、告白前のね、はいはいはい。でこれはまああの内縄口で愛してるよって、そういうかなさんと、はいはい、かなさんと、それから取って愛って書いてかなさって読む曲です。かなさいい曲だ。いい、お願いします。君を思い始めた、ただ好きってだけだった。でも伝えることができなかった。だって伝えたらこの関係が崩れちゃいそうで、とても怖かった。次第に好きって言う感情が愛っていう感情に変わっていった。ただ君のそばにいたかった。君の笑顔を見つめていたかった。だからこの思いは胸の底にしまい込んだんだ。いつも見ていた景色がふとした瞬間変わった。それはすべて君の影だ。僕が求めてた愛でした。ありがとうございます。ブラボー。いやー、すごいね。すごいすごいね。皆さん本当にね、シレナさんも拍手。はい、テラスっていうね、バンドでやってるんで、みんな、はい、
みんな応援してください。はい、小屋さん声がとても綺麗です、応援してます。ありがとうございます。はい、朝さんとてもうまいです、これからも頑張ってください。お茶拍手お茶ね一旦。いやー本当にかっこよかった今マジで。ミキティさんかっこいいぞシンリーということですね。 ありがとうございます。かっこいいね。カナサという曲、カナサ、ね、あいいわ、俺子供カナサって名前つけるこれをきっかけで。はい、ユーキーさん、シンリーさん3曲ちゃんと聞いたよー。どうもありがとうございます。いやーユートさん、今週の疲れがのから、あ今週の疲れた体力が吹っ飛ぶ、ね、あこれ一番嬉しいね。嬉しいやつだね。いや本当によかったマジで。はい、あうわもうめっちゃもうみんな応援してくれてるじゃん。はい、ね、リホナさん待って一ついいですか、はいはい、メンバーからコメント来てるんですよメンバーから本当に応援してます、ね、お前も頑張れみんなでね。そうですね、みんなで頑張るね。リホナさん、はい、テラスさんの素敵な音楽に何度も勇気と癒しをいただいております。陰だからが応援しています。ありがとうございます。ありがたいですね。いやもう支えられてるね心理。本当にそうですね。もう周りから本当に愛されてるというか、うん、はい、もう周りの助けをもらって、うん、まあ高校の時、まあ、中学校からバンドやってるんですけど、はいはい、中学校から高校って、うん、本当にいろんな人にイベント呼ばれたり、はいはい、こうやってお前の歌いいよとか、そうだね、そういう本当に本当にもうしょうもないって言ったらなんですけど、うん、お前の歌かっこいいぜとかもうそういうのでもいいからもらえたら、うんうん、もうこれからやっていく上で、そうだね、やっててよかったなみたいな。このコメントとかもめちゃくちゃ嬉しいね。嬉しいね。シュリーがし同じ高校の時からね、はいはい、心理なんかとはもう、うん、一緒に切磋琢磨というかね、うんうん、お互い頑張ろうぜみたいな。そうですね、ね、なんか頑張ろう頑張ろうなんかこういうなんか芸能系を目指してる人っていうのが周りにやっぱりいないから、うん、そうだね。なんか KYD もそうだし、うんうん、も俺もそうだし、うん、なんか同じ夢、うん、まあ違うけど、そうだね、まあ、ジャンルは違うけど、まあ、夢はね、最終的に夢は一緒だから芸能で飯食うっていうね、うん、自分のやりたいことって飯を食っていく、はい、うん、もうそういうことがね本当にこれから頑張っていきたいというか、はい、そうですね、もう頑張ろう、ね、頑張っていきましょう。じゃあ今年から上京する。そうです、上京。そうなんですよ。もう今月にはする、それとも来月ぐらい。いやもう自分は今月には飛ぶかな。あ、東京にね。そう、もうメンバー別々で行くんですけど、そうですね、今日もギターのカイト君はもう先に飛んでて、はいはい、バイトも始めてるみたいなんですよ。もう東京の人になっちゃう。みんなで一緒に暮らすの。いやではないか、今のところそういう決まりはないんだけど、すごいね、もうみんなで東京に行って、東京に行ってやっぱ向こうの方が生活というかなんかこういう活動はしやすいと思う。そうだね、まあ、すぐ違う県にも行けるし、うん、まあ、やっぱ向こうには向こうのまたすごいバンドの人たち、ね、歌手、またこういう芸人という、うん、まあ、いろんな人がいると思うから、うん、そういうのを見てみたいなっていう上でみんなで話し合った結果上京しよう。そうだね、 いい刺激なるわ。ツイッターなんて言っても出てくるかな、普通にテラス心理で言ったら打って、はい、皆さんフォローして、テラスカタカナで心理ひらがなで打ちゃんと出てくるんで、皆さんぜひフォローしてください、はい、フォローお願いします、はい、最終的な目標ありますか。目標やっぱ、うん、そうですね、やっぱ日本で売れて、うん、個人的にやっぱ海外が好きなんで、はいはい、最終的にはやっぱアメリカとかその辺も、うわーかっこいいな、見てみたいな、言いましたよ皆さん残り30秒で言いました心理が海外も狙っているということですね。もう行きたいですね。じゃあ最後、両石原さん東京で待ってます、ライブとか期待してます、東京の。 ありがとうございます。はい、皆さんね、ぜひ、まあ、僕たちもね、もういずれはもう世界を狙ってますんで、あっ頑張ろうぜひね、この3人を皆さんこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、以上今週のデンジャラスナイトでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオ終わったんですけど、はい、ちょっとね、ツイキャスの方が、ね、あと残り2分40秒はまだ、そうもうちょいあるんだよね。そう、いやー心理いいわ、やっぱいい刺激もらうね。いやでも俺も結構お前らから結構いい刺激もらう。おー嬉しい、それは嬉しいわ。いやーだって俺この間のライブが終わって、うんうん、まあ、テラスを送る会っていうライブだった。そうだね、まあ、見に来てたよね。めっちゃよかった、まあ、結構人も210何名、うんうん、すごいな、嬉しかった、嬉しかったし、まあそれを終わった後、うん、まあ、これからもう1ヶ月以上経ったんだけど、うん、俺今何もやってないのあのもうみんな上京するにあたり、ああちょっと上京前の準備で、ね、クソニートなんだ今ニートではないけど、なんていうのかな、お前らツイッターとかで今日ライブしますみたいな、そ う,、ね、そういうの見てたら、まあ、いいなみたいな。ああいいねそれ、まあ、俺もライブしてとかなんか人前でやっぱ、うん、で今日久しぶりにこうやってなんかラジオで歌わせてもらって、うんうん、俺
じゃあ前々から中地に、うん、いつデンジャラスナイト出してチンリずっと言ってたから、うん、いつ出れんの俺みたいな。いやでも、もしかしたらもうラストなるかもね、もう、うん、今日、うん、今日の昼間、急遽電話かかってきて、そうそう今日出れる、え歌聞きたいと思って、うん、あ、もう全然、いやもう東京行ってもね、うん、帰ってきた時はまた出るっていうことでそれは全然、はい、任しといてください。むしろ出たいからね。ありがたいな。M ステとかね、心理が出たらちゃんと録画しといて。すごいすごいな。あのびっくりしたのが首里菓子なんですけど、3人も、はい、首里菓子高校の俺たちの2校への、はい、松田瑠香さんっていうモデルやってる方がいて、はいはいはい、俺ら普通に高1の頃もね、うん、予選会って学校のね、学園祭の舞台で一緒にやってて、うん、ルカさんって言って、リハーサル頑張りましょうって、一緒に写真、ルカさん写真撮りましょうって言ってさ、うん、その松田ルカさんがなんと仮面ライダーのヒロインに決まったということで、びっくりした、マジで。次の仮面ライダーね、エグゼイドのヒロイン、マジかと思って。ちょっとシュリー菓子旋風が起こってますよ今俺らがそれになりたかったけどね、まあ誰かじゃあやってくれれば。そう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 、すごいね、まあ、同じ母校なんで、ね、嬉しいですね。そうですね。あと何秒？あと20秒。あと20秒。20秒。じゃあ最後もうね、心理のこのファンというかもうお客さん、お客さん。でラスト一言、応援してください的なね。いや、ラスト10秒です。10秒。東京でも頑張るんで、ぜひ機会があったらライブなど遊びに来てください。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ヤーマン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ良かった。よっしゃ、良かった、マジで。パン出るから。これはもう